越後つまり文化ホール、東日、城市中央公民館、団十郎は、新潟県東日町市本町一丁目にある複合施設、通称、団十郎。東日、城市の中心市街地活性化の一環で設置された。老朽化した東日、城市民会館の後継施設として、市民交流の拠点施設として、整備を進め2017年11月3日に、オープンした。 施設は芸術、文化の振興を目的とした文化ホールと障害、学習、社会教育の推進を目的とした公民館の二つからなる。愛称は一般公募によって決定した。段は施設に段だ々んだんテラスという階段状になった交流スペースがあることに由来、十は10日町の中心となる施設を表現。牢はすでに活用されている街中ステージの くんじろう、じゅうじろうから二文字を取り、中心市街地の施設間のつながりを持たせた。夜間の団十郎うろう等か、張子は現代アートの祭典、大地の芸術祭が開催される都市である。そのため、団十郎にも、積極的に現代アートの要素が盛り込まれている。駐車場入り口のモニュメントと、大ホールのドンは現代アート作家女性でギマランイス、の作品である。また、 建物正面の岩木をモチーフにした通路には LED が設置され、芸術祭に関わる作家の高橋京太による幻想的な光の演出が楽しめる。ありがとうございます。